先発投じゃない郵便の会の3年間のところからもう少し動くロシア軍としてで今要請書をいただきましたこの3つに決まったんですけどもまず1点目、N4 地区に新設された2つの原発を米軍先行に関するということにつきましてですけどもこのことにつきましては沖縄防衛局によりますと N4 地区の原発については今後日米合同委員会の合意など主要の手続きを経て米側へ提供される予定ということは今日も聞いております。ただ提供の時期については未定とのことであります。破壊を囲むようにヘルパットが返すんでしたら返せば一番負担軽減なんですよ。なんで負担軽減と言いながら基地を作るか。だからこれもですね、検討してちゃんとしないと。新たに金も使うし、資源も壊すし、そういう中での負担軽減があると思います。だから県としてもはっきり、高いのヘルパットには反対ということをやってもらわんと、被害者もそういう考えしかない、過去が多いと。8年前のことしか読まないんですよ。俺しことしか読まない。だからもうちょっと県も考えてもらってですね。やらないと大変なんですよ。地元が大変なんですよ。地元で生活してる人たちが。だから県民としてももうちょっと多い局に対しても本当に負担軽減かということを改めて考え直した方がいいんじゃないかな。ですね、過半の返還の条件って6箇所ですからね。もし2箇所先行的に関するなら、計算から言っても6分の1ぐらいは変換がされないと、そういうつもりは合わないでしょ。で、どん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 基地機能が強化される、負担軽減の流れに逆行することについては、それはお分かりですね、お認めになりますね、そのことについては。県としてもそれは放置できないんじゃないですか。石川さんは盛んに負担軽減とおっしゃいますよね。今すでに22ヘルパットがありますよね。その中の7箇所サイズは変換できる。6箇所を作れば北半分を変換するということだったわけですよ。だからこの22箇所はそのままにされてね、新たに1箇所加わるわけですよ。ヘリパットは23箇所になりますよ。一応2つ加わりますよ、ね。ヘリは新しく出ての加えるとよ。それだけでなくてヘリじゃなくてオスプレイですよ。オスプレイが配備されるときは説明すると言いながら全然説明もないですよ、地元の人に。そういうことを県が前面に立ってやりませんとね、目に見えるような負担軽減と言いますが、全然負担軽減じゃないんです。機能強化であり、地元の住民にとってはなお危険が増してくるわけですよ。そういうのは地元の住民の前面に立って県がやるべきことじゃないですか。よろしくお願いします。はい、まず一つ目の方についてですけれども、北部訓練所については、ヘリコプター着陸隊を返還される区域から北部訓練所の残余の部分に移すことにより、その大半を返還し、米軍施設区域の縮小につなげていきたいと考えております。移設にあたっては、北部訓練所が自然豊かなところであり、自然環境の保全に最大限配慮することが重要だと認識しております。そのためヘリコプター着陸隊を7カ所から6カ所にし、造成規模も必要最小限の直径45メーターに変更し、6カ所のうち2カ所は既存の着陸隊に接することとしております。今般完成した2つのヘリコプター着陸隊は既存の着陸隊に移設したものであります。この着陸隊を米側に提供する時期については現在決まっておりません。要請の2つ目であります。残りの着陸隊についても建設に向けた準備を進めているところですが、施設工事にあたっては安全確保に万全を期すということは当然のことと考えております。具体的な方策については決まったものはありませんが、沖縄の負担軽減に向けて一日も早く返還できるよう
安全と環境の保全に最大限配慮しつつ適切に対応してまいりたいと思っております。以上でございます。私たちが要請しているのは2箇所完成したからといってそれを先行移管することは認められないという。で、沖縄防衛局としてその点についてどうお考えのか。で、こういう形でできたものから順次米軍に移管していくと、当初は奥返還場の過半の返還のために6箇所のヘリパッドを増設するように言われたんですけども、最終的な完成、全6箇所が完成するまでどん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 基地負担が大きくなる。高井の住民にとってヘリパッドオスプレイの運用による負担が大きくなるんですね。だから先行移管は認められないということについてどうお考えなのか、まずそれを確認いただきたい。